綺麗。綺麗やね。まだらです。おいくら？216円。塩。ちょっと塩振ってるとこ。スキンレスやな。スキンレス。やっぱ皮あるだけで全然違うかな。あ、久しぶり。そう。輝いてるね。今日は浅漬け。いいんですか。かっこいいな。変な感想。ああ。すぐ出会えるから。これもしかして、うん、違う？あれじゃない。何？キャベツ。水ね。ごめんね、変なこと言ってほんまやで。いつもなんか言ってくれてありがとう、ね、静かにしてって言われたら静かにできるし、いっぱい喋って。え、これやっぱ切れ味いいんかな。いや、めちゃめちゃいいよこれ。この包丁、うん、これでももうだいぶ切れなくなったぐらいでさ、うん、おろしたてすごかったもん。怖いぐらい切れたもん。すっごい喋る。うん、これの包丁の良さはね、ちょっと伝えたい。やっぱ包丁って違うんやって。いただき物なんやけど、うん、藤次郎の人なんかと思うぐらいの。いや、藤次郎さんすごいです、ほんと。新じゃがやで。この感じもしかしてレンジで蒸す気かな。せやで。素材が一番。5分ぐらいチンしよう。今日豆腐の味噌汁？うん、豆腐にしよう。大量に豆腐いった半分が良かったんやけど、うん、ちょっと置いとくのめんどくさくて入れちゃった今日なんか鼻ムズムズ言ってない？うん、めっちゃ花粉飛んでる。めっちゃ花粉飛んでる？うん、わかめも入れよう。あ、入れよう入れよう。わかめも入れよう。食いつき早いな。これで完成。いい感じやね。全然いけるやん。オッケー、このまま蓋しておいてくれ。もしかしてグリルで焼くんだ。そうやで。もしかしてアルミに魚がくっつかないようにバターを塗ったわけだ、うん、あ、そうやで。うわ、もしかして重いな、もしかして。さっきから言われるかなと思って。言わんよ、気づいても。マヨネーズをかけましょう。さらにマヨネーズ、うん、マヨチーズ。え、寿司職人がカリフォルニアロール巻きにちょっと異議を唱える的な感じで異議あり。これはちょっと日本食を侮辱してると思われいや、タラなんてさ、洋食多くない？だってムニエル的な。あ、そう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 。いやいや、分からんけど、じゃあまあとりあえず異議なし美味しそう。ちょっと開けてみようかな。あかんて。じゃがいも、何味がいい？え、シンプルバター塩いく？あ、そうしよう。もうシンプルにいこう、今日は。ポンって乗せといていい？うん。ちょっと多いかな。いやいやいや、いいよいいよ。で、マジックソルトにしようか。一番美味しい新じゃがの食べ方。そうよな。これです。完成。盛り付けます。なるほど。なるほど。チータラってあるやん。今ふと思った。お、絶対美味しいやつやん。でもあのチータラご飯に合わんよね。そうかな。うわ。ちょっと焼きすぎたな。こんがり皮みたいになったわ。ほんとや。わ、小麦粉つけたらよかったなとかさ、うん、先魚ちょっと焼いといたらよかったなとか、めっちゃ反省あるわ。いやでもチーズがこんがり焼けて、うん、すごくいい感じやで。美味しそう。いい匂いがしてた。はい、完成。いただきます。どうかな、うん、全然共感できなかった。あっって言おうと思った。あっって言おうと思った。共感できても、あっとは言わんでいい。お魚どう？
めっちゃ美味しくない？このチーズめっちゃ焼いてんのいいな。パリッとしてね、うん、ご飯に合わんかと思ったら意外と合うな、うん、確かにね。あ、それキュウリ、キュウリ忘れてる。なんで覚えてないの？一生の恥とてか、そのご飯と合わんかったらあかんなと思って、うん、保険で作ったよ合うわご飯に、うん、このタラチーズはでももうちょっと改良したらもっと美味しくなりそうな。いい、もっと、もっとコンビニご飯とか頼った方がいいよいやでも馴染みがないの、実家が田舎すぎるから馴染みがないねん馴染みがないってコンビニないもんなない。ちっちゃい時はコンビニまで40分、今も車で20分。外食ってなるともっと遠いよね。あ、でも40分行ったら大体何でもあんねんマクドナルドも40分から1時間ぐらいかな。だからお母さんがそのコンビニご飯を買ってきたことってまあないから、もう惣菜すら売ってないもんな。売ってたんかな。外食はどんぐらいの頻度で行ってたの？外食は月1回行くかどうかじゃ。18で一人暮らしし始めた時、うん、やっぱ感動したもんな。すぐ近くにこんな美味しいものが山ほどあるっていうことで、むっちゃお菓子食べたもんでむっちゃ太った。それがあるからちょっと控えてるっていうのはある。魅力的すぎてもう自分が壊れちゃう。そう、セーブできんからさ。ごめんな、なんかずっとなんか東京出身ぐらいの感じでいてほんまやな。じゃあ1ヶ月食費5000円生活か、うん、1ヶ月食費100万円生活やったら食費100万円生活の方が嫌ってことやなそんなことないよ、それはそれはさすがに嬉しいよごちそうさまでした。お腹いっぱいやわ。お腹いっぱいやね。キュウリ全部食べたな。ん？俺だけじゃないよ、キュウリ全部食べたの。え、食べないやろ、キュウリ。え、食べたけど。そうやろ？ 2個な。ん？ 2 個しか食べてないけどな。え、あんなにいっぱいあって。うん。え、じゃあ誰怖い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 誰もおらんよ。いいやけど犯人分かりきってるの。怖いんやって。違うの？違う。俺も違う。違うことない。俺分かってる。うちも分かってるよ、この下のやつ最初、うん、こっからさ、こう、うん、言ってた。ちょっと見えたの、言おうかと思ったけどいや言うて、それはさ怖すぎるから言うて。それは、それは手まあ手やね、こうからこう一回タラス抱いてたもん取られかけてた